車両に搭載される移動式の戦域弾道ミサイル複合である。北、大西洋条約機構の用いた、NATO コードネームでは SS、SS-26 ストーンと呼ばれる。イスカンデルとは古代マケドニアの英雄、アレクサンドロス大王の遺装である。イスカンデルは、戦域レベルの紛争用に設計された、戦術ミサイルシステムである。 ポイントやエリアの標的、例えば敵火力兵器、防空、対ミサイル防衛兵器、指令書や通信濃度、密集地帯の軍隊などに合わせて、通常弾頭を使い分けることで、活動中の軍部隊、標的の両方を破壊することにより、敵軍の戦闘遂行能力を弱体化させる。このシステムは、 敵の活動妨害環境の中でも高い確率で任務を遂行することができ、ミサイルの発射準備中や飛行中でもほとんど故障しない。ミサイル飛行経路の計算と入力は発射装置が自動で行う。システム搭載車両は移動可能で対応年数の延長や操作の容易さも相まって高いレベルの戦術的作戦能力及び戦略的。 機動性を有している。イスカンデルには、クラスター爆弾弾頭、燃料機化爆弾弾頭、威力増大型弾頭、バンカーバスター用の地中貫通弾頭、タイレーダー作戦用の電磁パルス弾頭など、いくつかの異なるタイプの通常弾頭が用意されている。ソ連では、1960年代に大量配備した、戦域弾道ミサイル複合級 k 7 2 エリブルースの代替として1980年代初頭より q k 7 1 4オカーを配備していた。これが1987年の INF 条約により制限対象となったため条約に抵触しない別の代替ミサイルが必要となった。1989年にはより射程の短い 9K79 から1統治下優が実用化されたが、 QK714 を代替するためには長射程の比較弾頭型ミサイルが必要であった。新しい戦域弾道ミサイル複合は QK720 と名付けられ、QK79 や QK714 の開発で知られるコロムナ機械製作設計局によって開発が主導された。ミサイル発射装置はボルゴグラードの中央設計局チターン。 自動誘導装置は、モスクワの自動化技術、水理学中央科学研究所が受け持った。開発条件としては、特に核弾頭を搭載できないようにすること、その分命中精度を高めること、自動誘導装置を改良することなどが挙げられた。ミサイルの開発は、ソビエト連邦の崩壊を経ても継続され、1996年には、 イスカンデルミサイルの最初の発射がロシアのテレビで放送された。西側では1999年にこのシステムがロシア軍で運用段階に入ったと見ていたが、あと時期早々だったことが分かった。2004年9月、ロシア国防省高官らの会合で、当時のプーチン大統領に2005年度の防衛予算の草案が報告され、セルゲイワノフ国防は、 新しい戦術ミサイルシステム、イスカンデルの状態テストの完了について発言。2005年にこのシステムの大量生産に入り、年度末頃にはこの兵器を備えた部隊ができているだろうと話した。2005年3月、ロシア防衛産業の情報筋は、インテルファクスワンに既存のイスカンデルイ戦術ミサイルシステムに基づいた。 500から6 0 0トルの範囲への新しいミサイルの開発が可能であると話した。しかしながら彼はそれには最大で5、6年かかるかもしれないと話した。2006年にはイスカンデル M 戦域弾道ミサイル複合の量産が開始された。イスカンデル M はイスカンデルのロシア連邦軍向けの派生型で最大5 0 0トルの射程と480。 キログラムの弾頭を持っている。2007年には、新しいミサイルシステムである、R、R-500、イスカンデル系巡航ミサイルの発射試験が行われた。2008年11月、ロシアのメドベージェフ大統領は、大統領就任後発となる、年次教書演説で、NATO ミサイル防衛システムを中和するために、もし必要なら、ロシアは、 ナトーカ名国であるリトアニアとポーランドの間にあるロシア最西端のトビチカリーニングラード州にイスカンデル複合を配備するだろうと述べた。リトアニア政府は少なくとも軍事演習時にはイスカンデルがカリーニングラードに持ち込まれており最大射程が 700km に延伸された改良型はドイツのベルリン付近まで攻撃可能との見解を公表している。 イスカンデルの使用するミサイルは、前任の QK714 の使用する QM714、ミサイルよりも優れている。イスカンデル M システムは2つの固体推進燃料、単弾式誘導ミサイル、モデル QM723K1 を備えている。各々は、全飛行経路中ずっと制御されていて、分離しない、タイプの弾頭を備えている。 発射台輸送車両に備えられた各々のミサイルは、独自に、ものの数秒の間に標的を狙うことができる。イスカンデル発射砲座の機動性は、ミサイル発射の妨害を困難にする。ミサイル運搬車両には、ベラルーシの国営企業、ミンスクホイールトラクター工場製の MZKT-7930 と、 ロシアブリャンスク自動車工場製のバズ -6909 が使用できる。これらの車両は従来の QK79 や QK714 が各車両ごとに一発のミサイルしか搭載できなかったのに対し2発のミサイルを搭載できるようになっている。イスカンデルは精度、射程距離、信頼性を獲得している。それは優秀な戦闘機や防空に直面し、 空軍の爆撃や巡航ミサイルの発射任務があまり期待できない時に精密爆撃の代替手段をなしている。衛星や航空機だけではなく、従来の情報センター、または発射を指示する兵士も標的を見つけることができる。コンピュータースキャンされた航空写真から見つけることもできる。標的の移動に合わせて飛行中のミサイルの狙いを修正することもできる。 イスカンデル M は、光学式誘導弾頭で、A、AWACS や UAV からの暗号化された、無線通信によっても制御できる。電子光学誘導システムは自律追尾能を与える。ミサイルに内蔵されたコンピューターは、標的の画像を受信し、標的に、自動的に照準を合わせて追尾し、超音速で標的に向かって降下する。飛行中、ミサイルは、 弾道ミサイルより低い軌道を取り、飛行最終段階には回避行動を行い、ミサイル防衛システムをかいくぐるため、おとりを放出する。このミサイルは決して大気圏を離れることはなく、比較的平坦な軌道を取る。ロシアベラルーシシリアまた、朝鮮民主主義人民共和国が2018年2月8日の軍事パレードで公開した、新型短距離弾道ミサイルについて、 38ノースは、イスカンデルを土台に開発されたと分析している。専門家や韓国軍によれば、2019年5月4日、同月9日、7月25日、8月6日に発射されたミサイルと見られる飛翔体は、イスカンデルを元にしているとも、飛行特性が似ているともされる。すべてのイスカンデル複合を含む、このシステムは、ポイントやエリアに合わせて、 通常弾頭を使い分けることになっている。ありがとうございます。